die。たぬきちチャンネルです。こんにちは、たぬきちでございます。今日も六尺ふんどしを締めて着物を着ていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧くださいと思ったんですけれども、忘れ物しました。忘れ物よいしょ、これね、はい、ちょっとね、着付けのセット忘れてました。はい、では早速ね、着替えていきたいと思います。よいしょ、エチューふんどしね、取っていただいて六尺ふんどしに締め替えます。よいしょ、なんか普通にふんどしの締め方動画とかなんかすごい久しぶりな感じがするんですけどね。はい、ほっ、パラリで締めていきましょう。よいしょ、ほっで腰骨のね、しっかり上に締めてください。腰骨の上ですね、はい、で後ろに回します。でここで長さ見ていただいて、これちょっと短いんで長さ調節します。よいしょ、こうやってね、長さ調節していただいて巻いていきます。はい、で上からかぶせて下から上に引き上げます。でここら辺でね、締め加減調節してください。ギュッと引っ張るときつくなりますし、ちょっと緩めると緩くなります。でね、結構巻いていくうちにね、きつく締まっていくので、この時点ではもうギュウギュウにやらなくていいです。はい、あと最悪ね、後ほど調節できるので、でしっかりね、下から手入れていただいて、大事なものをこうしっかりと包み込んでいただき、かつ上から下にもね、しっかりとテンションかけて股に通していきます。はい、で縦三つです。左から横に行くときにね、こうくるくるくるっと巻いていただいて、最後横の左のね、横三つに1回通した後、右に1、2、3回以上ねじっていただければ完成です。はい、こんな感じですね。これね、16.5 じゃなくて18センチのものなので、ちょっと幅広になってるんじゃないかなと思います。前はね、こんな感じになります。はい。でね、横は、横じゃない、後ろこんな感じです。では、この後ね、着物を着ていきましょう。まずは、これ、足袋を履いていきます。足袋をね、よしよし。ていきましょう。でね、お好みでね、ワイシャツエアリズムの V ネックを着る方もいらっしゃるんですけど、もうお好みでいいです。僕最近はね、着てないね、エアリズム最近ね、なんか着ないで、ね、着ないです。はい、別になんか着ても着なくてもいいんですけど、どっちなんだろうな。涼しさを優先して僕は着てないんですけど、今日着ようかな、せっかくだし。いやでもね、なんかそうすると3枚着ることになるんだよね。暑いんですけど、でもね、脇が垂らってくるのが嫌なんで、今日はエアリズム着ちゃおうかな。よいしょ、今日はね、歌舞伎の観劇の回で、ちょっとね、1ヶ月に2回昼と夜の部を1回ずつね、たぬき地塾の皆さんと見に行く会があるんですよ。なのでそれでね、ちょっと着るんですけど、で、まあお好みでワイシャツ着なくてもいいと思います。はい、着なくてもいいですが、着て、でこの長襦袢を着ます。よいしょ、この時点でもう2枚着てるじゃないですか。だから暑いって人はね、暑いんですよ。暑いどうしようかな。暑いな、もう暑い。いや、ま、今ねエアコン入れてるんですけどね、暑いですね。脱ぐか、やっぱり暑いな。よし、暑い、
厚いエアリズムが生きててもやっぱりなんかね、1枚かなんだろう、あるだけでね厚いですね。よいしょ。この素材はね結構風を通すんで、あ、やっぱ涼しいわ。全然違う、全然ない方が涼しい。これでいこう。よし。でね、洗えないシルクの長襦袢着るときはこういったしっかりね、肌着を着た方がいいと思うんですけど、もうね、これ洗える素材なんでね、一回一回洗えるんで、もういいです。着ません。よし。長襦袢を着ます。まあ、昔のね、江戸時代、まあ、なんだろう、昔の方もそんななんか下着とか着ないで、このままだったと思います、きっとね。はい。よいしょ。こんな感じで。ていきましょう。で、襟止めする方は襟止めしてください。僕いつもね襟止め一応してるんですけど、こういったね、見えるかな、こういったやつです。はい、襟止めね。これをするとこの半襟の襟が固定されていい感じになります。やばい、もうそろそろ集合時間パッパとやらないとギリギリになってるんですよはい、こんな感じで着物着ていきます。よし、これ緑だから色が出るかな。羽織りまして、袖ねをちょっとやっていただいて、じゃあまだちょっとていただいて、また腰ゴムベルトが出てきます。最近ゴムベルトがきつくなってきました。太ったってことですね。で、右左と合わせてゴムベルトで止めていきます。よいしょ。太るのは怖いですだんだん全てがきつくなっていく、悲しい。で、帯ですね。帯、ちょっと、まあ基本は貝の口でいいんじゃないかなって思います。僕はねもう後ろでやっちゃうタイプなんで、前でねやる人もいらっしゃいますけども、その後後ろでやるのをね覚えていただくとめっちゃ着物が楽に着れます。これね、後ろでやるのと前でやるのではね、もうね、なんだろう、雲泥の差というかね、めっちゃ楽これさえちょっと慣れるのにね時間かかりますけど、これさえ覚えてしまえばほんと着物一瞬で着れるんでめっちゃ楽です。皆さんもねぜひ、ちょっと大変ですけど、この後ろで、なんだ、あ、ごめんなさい、こうやってね後ろで帯をね締めるやり方ね、ぜひ覚えていただければなと。そんな難しくないと思う。替えの口がねできるから、これさえ覚えればもう本当に早いです。で、最後に羽織を着ます。だこの時点でもう2枚着てるわけですよ。やっぱりねエアリズム入れるともう3枚着てるじゃないですか。暑いです3枚着てやっぱ暑い。でこれで4枚目でしょ、エアリズム着てたら4枚だからね。これしかも夏、これ夏なんですよ、夏でこれですからね。はい、しと、はい、こんな感じでいきます。ね、で襟はここでね半分にこう折ります。ここ襟が後ろで半分に折って前に出していただいて、ここ蝶々結びです。蝶々結びじゃない、これはねくるんくるんってやって、まあ蝶々でもいいんですけど、どうだったかな、こうかな、くるんくるん2回で感じです。ちょっと整えていただいて、あ、逆だ、逆だな羽織り紐ね結構難しいです。あ、こう結び方覚えちゃうね、別になんてことないです。でちょっとこう左右の、ね、長さとかを調整していただいて、はい、完成です。よいしょ。
感じにできたんじゃないでしょうかね。これでちょっと今日は歌舞伎に行っていきたいと思います。歌舞伎なんですけれども、ちょっとため吉塾限定にしてたんですが、結構枠が余ってるので、もし興味がある方はですね、何でもいいのでご連絡いただければ参加できる可能性があります。ぜひご連絡ください。それではいいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。たぬきちチャンネルでした。またねー。